エリザベス・スチュアートは、スコットランド王ジェームズ6世と、王アンの長女、ヘンリー・フレデリックス・スチュアートの妹で、チャールズ1世の姉。プファルツ先帝公、フリードリヒ5世の日。夫婦での亡命は名誉革命の布石となった。イギリス王ジョージ1世の祖母であり、現在のイギリス王室の祖先にあたる。ドイツ語名は、エリーザベト・シュトワルト。エリザベスが生まれた当時、 スコットランドのみの王であった父ジェームズ6世は置いた、イングランド女王エリザベス1世の後継者となることを望み、女王の関心を買うつもりもあって、自らの長女に女王と同じ名をつけた。1603年、エリザベス1世は死去し、ジェームズ6世は、イングランドとアイルランドの王位を新たに継承した。1604年、ロバート・ケイツビー率いるイングランドのカトリックグループは、 プロテスタントのジェームズ一世を暗殺し、大継承資格第3位の王女、エリザベス・スチュアートを大いにつけようと企んでいた。1613年、エリザベスは、イングランドの首都ロンドンで、プファルツ選帝公、フリードリヒ五世と結婚、ドイツへ移住し宮廷のあったハイデルベルクで暮らした。この政略結婚は、ライン側とテムズ側の合流と祝福された。夫婦仲はよく、 13人の子を設けた。フリードリヒ5世は30年戦争初期の1619年にボヘミア王に即位したが、翌1620年の白山の戦いで、カトリックの新聖ローマ皇帝フェルディナント二世の軍に敗れて王位を追われ、1622年には本国プファルツもハプスブルク軍の侵攻を受けて、オランダ共和国へ逃れた。エリーザベトは夫に、 大い獲得を焚き付けたと言われるが、後に、孫娘、エリザベート・シャルロットは家族宛ての手紙で否定している。また、ボヘミアの首都プラハへ入場した当初は歓迎されたが、夫が次第に、資金難に陥り、軍隊の略奪を止められず、ボヘミアの支持を失うと、エリーザベトもチェコ語を話せず、プロテスタントの流儀をボヘミアに押し付けようとして、民衆からの反発を招いた。 エリーザベトは夫に従って亡命先を転々として子供たちを出産した末1621年にオランダへたどり着き以後はハーグで暮らした夫の福井を目指してイングランドの父やオランダフランスなど外国と接触を図り同盟を探し求めたそうしたエリーザベトに浸水したクリスティアン・フォン・ブラウン・シュバイク・ボルフェン・ビュッテルは騎士道精神で奉仕を誓ったが 1623年8月6日のシュタットローンの戦いで、ティリー・ハク・ヨハンセル・クライスの軍に大敗、夫は領土回復の望みを断たれた。1632年に夫に先立たれた後も、オランダに泊まり、新京都革命で敗れて亡命した老いの、チャールズ・ジェームズ兄弟やご女・ゾフィーをオランダに迎え入れている。また孫娘リー・ゼロッテの名付け親になり、彼女やゾフィーと、 幸福な生活を送り、リーゼロッテも晩年にエリーザベートやゾフィーと過ごした出来事を改装して手紙に書き残している。1660年にイングランドで王政復古の機運が高まるとイングランドから迎えの艦隊に乗り込んだチャールズ・ジェームズ兄弟を見送った。翌1661年に自身もイングランドへ帰り、翌1662年にロンドンで死去した。 65歳だった。陽気で美しく慈悲深かったエリザベスはイングランドでも人気が高かったが、突起先のプファルツやボヘミアでも人々に慕われ、ブリテンの真珠、イングランドのバラ、慈愛の王妃などと呼ばれた。夫フリードリヒ5世との間には13人の子を設けた。長男ハインリヒ・フリードリヒは若くして推死したが、 家督を継いだ次男カール一世ルートビヒは30年戦争終結後の1648年にベストファーレン条約で先抵抗くらいと所領の大半を回復した。一方、三男ループレヒトと四男モーリッツはイングランドで叔父に当たるチャールズ一世に仕え、第一次イングランド内戦で王党派の一員となって活躍した。五ョゾフィーはハノーファー選抵抗。 エルンスト・アウグストと結婚したが、その息子、ゲオルクルートビヒは、エリーザベトの孫であることを根拠に、イギリス王・ジョージ一世となった。エリザベス・スチュアート・ファインド、A グレーブ・ハット・ ABCDEFG 森、e、P224。宮本、P61、ウェッジウッド、P54、P58、P59。宮本、P63、P64、ウェッジウッド。 p104, p112, p126, p128. 宮本 p64, ウェッジウッド p136, p137, p139, p140、p157、p159, p196, p198. 宮本 p35, p37, p45, p48. 八、友きよ p11、p13。宮本 P50、ともきよ、P44、P46、宮本、P64、P76、ともきよ、P4、P5。ありがとうございます。